Unlike other most developed countries, a genital has to be censored in Japanese porn. Otherwise, it's all illegal. But when I Google just for a second, I get tons of websites sharing uncensored ones openly. And Japan as a country, like the police or government, start to take action on that recently. But maybe it's not enough, and still so many of those websites exist. Since many of the uploaders doing it through overseas servers, so that they could get away from the Japanese law. Anyway, women who got exposed like that wouldn't be happy and could be severely damaged, as if they got revenge porn, especially if they already retired from porn and really want to hide their past and move on. But despite of that, no one in Japan has ever spoken up or taken any action on that, except for this woman. A former porn actress, Kaho Shibuya, decided to sue a production company this year for leaking her uncensored films that caused her mental damage and breach of privacy. でもこんだけなんか流出とかいろいろあって訴えが全くないんだっていうのは結構ショックでしたね。ただ、まあ、現役の人だったら干されてはいけないのでやっぱりそんなことするっていう訴えるっていう気持ちがないと思いますし、引退しててもまだ事務所に所属してたらやっぱり立場的に訴えられないのは分かるので、まだでも引退したりして、そうですね、引退して完全にもう名前も使ってない状態だったらやっぱりそれはそれで話題にしたくないっていうのもあるのだと思うので、ただの中傷の獲物になりやすくなってしまうから、それが怖いなっていうのは多分あるのかもしれないですね。まあそう考えたら自分しかできないことでもあるのかなと思って、流出して、まあ、お金儲けてる人が多分おそらくいるんではないかと、それがフェアじゃないと思ってる人多分いっぱいいると思うので、まあ何かの救いになればいいかなと思います。それは自分自身にもそうですし。Though some people find it brave and supporting the action, it's quite controversial in Japan that some people questioning, isn't she doing it just for money? And even some of the ones in the industry criticize that she made it even harder for them to work, as it's already difficult for many production companies in Japan now. The new law that just came into effect is meant to help actors and actors, but because of the new law,状況としては制作側も事務所側も、もうどうすることもできない。今現役でやってる女優としても作られなくなってしまったらなかなか難しくなってきてるのかなっていうのは、こんな仕事がしたくなかったって嘘をついてしまった場合もあるので、っていうものに関してはもう強要とはまた違う問題なので、必要とする人がいる以上は守っていった方がきっといいんじゃないかと思うんです。 AV なくなっちゃったというふうになった時に、まあ、どんどん違法なものに出てもっと犯罪の被害に遭う人も多くなると思うし、 Having said that, for someone who already retired from the industry, it could ruin the current career or reputation a lot. Because once that goes around on the internet, removing is really difficult. 削除申請してる元 AV 女優の方も多分いっぱいいらっしゃると思うんですけど、無料でできるものは、自分でできるものはしても、結局削除申請を弁護士さんにお願いしたらやっぱお金かかるので、その当時もらったギャラでも飛んじゃうから、マイナスになってしまう。イメージありますよね。そのいたちごっこですし。And she says her intention is not to attack the porn industry or women still active, but actually more like to improve the industry. AV 新法とかの影響で業界人が、いや AV ちゃんとした仕事だからっていう風に訴えかけてるからこそ、ちゃんとした仕事なら、ちゃんとした仕事環境なら、こういうことがあった時どう対処するんですかみたいな感じで、今一番いいタイミングで。と思ったんですけど、最初の人間だからこそ大変だったのは、じゃあ賠償金額どう決めるとか、正直 AV 業界ってなんかお金目当て、まあ、お金っていうイメージがあるので、あお金目当てかよっていうような、かといって少なすぎたら意味がないから、このダメージにならないと向こう、まあ、向こうって言ってもその会社だけじゃなくて AV 業界全体が自浄作用できないと思うんですよね。そのあもう今後こういう流出しないようにしようっていうのが、その姿勢はやっぱり見せてほしいなと、まあ、公式に謝罪なり、こういうことが起きないようにしていくのかとか、そういった提案が、全然向こうは自分たち責任ないですっていう、頑張って消しますとかいう姿勢が向こうから出てるわけでもないので、流出はしましたけど、自分たちのせいではないと思いますっていうこと、なんか変な子供みたいな言い訳ですけど、これが AV 業界なんだっていう。私も引退してから5年も経ってるので、その今の現在の状態は分かんないんですけども、当時ちゃんとしてなかったのででも今もそんなになのかなと。 But even some people overseas criticize it because Twitter とか、あとそもそもなんかモザイクが日本にあるのおかしいとか、変に話題がずれちゃった人がいっぱいいたんですけど、重要なのは日本で違法ってことなんですよね。私はなんか日本人ですし、日本で生きてる人間として違法なことに関わってほしくないから訴えますっていう、シンプルな
自分の意思でもないし、それによって何にも金銭的な原因が何もなくてっていうのは、やっぱりさすがにこれは解決策がないといけないんじゃないかっていうのは、修正変えるべきなんじゃないかなって、それは別にいいんじゃないですか、ね、変えられるんなら変えてもらっても別に、かといってそれでじゃあ過去の作品全部モザイクなしになりますとか多分ならないとは思うので、まあ、私にはあんま関係ないのかなっていう。どうでしょう、モザイクがあることで実はしてないんじゃないかとか、疑似っていうものがあったからっていうのもあると思うんですよね。それこそ私も疑似でアンアンアエーでシーンとかもあったりするので、あと本当にセックスしていいのかっていう、これ違法にならないのかっていうのが AV 業界の中でも分かってなかったので、でも今もう AV 新法があるからしても OK っていうことに、正直別にモザイクなくてもまあ違法じゃないから。モザイク の、うん、あのやつってやっぱ日本だけ本当にはめてないですよっていう、これはねあってよかったと思う。モザイクがあるからみんな想像力を働かせるでしょ。ポルノがこう世界に発信されたってことはモザイクで面白おかしく独自の文化発展してったからかなと思う、やっぱ1日に何回もするとやっぱ女性も痛かったりとかするので、疑似は疑似で助かっているのかなと思います。ギャラが変わってきちゃうので、まあ、疑似っていうのがあると双方にとって便利、その制作会社はお金をちょっと予算を落とせるし、女優は体の負担あんまりないし、そういう意味もあるかなと思いますね、モザイクは。